Experience starts here. ANA, World Air Current.J-WAVE ANA ワールドエアカレントポッドキャスティング、今回は8月9日放送、芸術家の森村泰昌さんが訪れたロシアサンクトペテルブルクのお話です。森村さん、今年の4月にロシアサンクトペテルブルクに行かれたんですか。はい、これは何をしに行かれたんですか。あのね、作品制作、マニフェスタ展っていうね、はい、国際展、大きな展覧会なんですけど、これがありましてね、でその場所がね、サンクトペテルブルクにあるあのエルミタージュ美術館なんですね。だから非常に古典的な美術館なんだけど、そこで現代の美術の大きな展覧会やろうっていう、はい、だったらそのエルミタージュ美術館にちなんだ作品をね、作りたいと、その現場で、それでまあ提案をしたら、はい、ぜひやろうということになって、まあ写真撮影なんですけど、はい、それをあのしに行ってきました。なるほど。つまり、まあ、森村さんのずっとスタイル貫いていらっしゃる、まあ、その誰か なってしまう、その絵の中に入ってしまうという、うん、でそれだけにとどまらず、今度はまあその美術館の中にそのキャラクターとして存在するとか、はい、どんどん発展してきてるわけですね。そうですね、なんか自分が今までやってきたこと、まあ、はい、絵の中の登場人物に自分自身がね、こう、はい、扮してそれを写真撮るというセルフポートレートの作品なんですけど、これはあの絵の中に入ってみてこう分かることっていうか、あのそれをこう探りたくて絵の中に入っていって何か体験したいっていう気持ちでやってたんですけど、これってでもある種美術鑑賞かなと。つまりあのみんなこうね、絵を見るじゃないですか、その美術館とかで。そうするとその中の絵の登場人物に自分がなったような気分になったりとか、なんかそうやってこう感情移入をしてね、なんかそういうことをやりながらこう美術鑑賞する。だから結局美術鑑賞の一つの方法として、まあなってみるというのをやってるのかなと。そうすると究極のカタルシスってやつですよね。だからそれだとしたら、そのまずはやっぱり美術館の中にね、こういろいろなものが展示されていると、でそこの空間から出発をして絵の中に入っていったりとか、まあいろいろなそこからこうドラマというか、そういうのが生まれるっていう、あのそういうこう仕立てをね、最近は考えるようになりました。でもこのスペインプラザ、そして今度エルミタージュと、まあそうそうたる美術館とずっとスタートしていきましたから、世界中に広がっていくとは思うんですが、はい、このエルミタージュってのは正直どうでしたか。これはあのエカテリーナ女王ですか、はい、の宮殿なんですけど、もともとは、はい、エカテリーナがたくさんの作品を、まあ、世界各国から集めてというかコレクションして、はい、たのを今美術館としてそれを展示してるんですけど、はい、1日では絶対見れないですね。まあ3日4日かけて見ないとダメなんで、うん、はい、まあ、観光客がやっぱり皆さん走ってますよ、はい、見てないですね。本当に走ってとにかくあのそこを通過すると、そういう感じで行かないと次のツアーに間に合わないから、なるほどなるほど、もうちょっとゆっくりね、あの見ると本当に素晴らしい作品が多いんですけどね。割とあのヨーロッパ、それこそパリだったりに入る前にエルミタージュ寄ってからって方もいらっしゃいますもんね。そうですね、まあ、ね、あのサンクトペテルブルクって、はい、そのロシアの中でもちょっと北なんですね、ですからヘルシンキとかが近いんですよね、ヘルシンキからだと本当にもう数時間って感じで、はい、まあ、ある意味ヨーロッパ圏内な感じ、はい、だから実はそのロシア行って初めてだったんですよ、はい、なんかもっとこうロシアのそのなんか社会主義国的な荘厳なね、なんていうか重い感じっていうか、そういうものを期待してたんですが、そのエルミタージュ美術館という今そうなってる宮殿も含めて非常に軽やかなんですね。アールヌーボってあるんですね、こう自然曲線的な、ああいうものをテーマとしたこう装飾とかが建物にあるとか、そういうね、あのもっとこうごついものかなと思ったらね、結構柔らかいものがねあったりして、女性的っていうのはちょっと違うかもしれないけど、はい、こう社会主義的な感じとは少し違った感じ。なるほど、はい、ロシアの今美術館の人たちとのいろいろ交流もあったと思うんですが、どういった雰囲気なんですか。ロシアはね、あのやっぱり街で違うんじゃないかな。で僕は実はモスクワにちょっと行きそびれて行ったことないんですよ、うん、はい、
でモスクワとかは、まあ、今はちょっと違うのかもしれないけど、一時期あの非常にあのロシアが好景気だったから、はい、そういう中 でもとんでもないコレクターが現れるんですね。でそういうコレクターがエカテリーナとかそういう伝統のところですからね、あのやっぱりこうたくさんの作品をまあこう集めるっていうことをやってたり、それから作家も育ってくるというのがありますね。ただサンクトペテルスブルクはそういう意味で言うとまあ古典的な街かなと思いましたね。だからそこではその新しいまあタイプの美術館とかギャラリーとかそういうものがあるわけではないんですよ。街としては美しいですけどね。なるほど、はい、ただこ あのマニフェスタ展という今回の、はい、このキュレーターの方ですか、はい、印象に残っているという話でした、はい、これはカスパ・ケーニヒという、はい、これはねドイツなんですよ。ドイツの人でもう高齢ですけど非常に著名な方、あのキュレーターというか、まあ、芸術監督、はい、でマニフェスタ展、まあ、あの10回ですけど、うん、全部そのダイレクターが違うわけですよ。で今回はそのカスパーだったんですね。でカスパーならではというのがあると、うん、でそれを、まあ、カスパーだからこれエルミタージュできたんじゃないかなと思いますけど、あの僕がねその撮影後半の方で、うん、カスパーがドイツからあの来るって言って、はい、で彼が来て、うん、それで打ち合わせになったんですね。どんなどこにどういうふうに展示するかみたいな、はい、でそうするとものすごくたくさん あのその時僕はあの写真を撮ってるんですよ、はい、レルミタージュでね、うん、全部見せてほしいって言って、うん、夜ですもう8時ぐらいかなでね全部見るんですよ相当な数でそれも小さいこう密着役みたいな、まあ、小さいあの、まあ、データをインデックスでやってる、はい、それずっと見てそれで、ね、展示の方法とかそれも全部打ち合わせしました。それであの今まで言ってたことがもう全部ガラガラポンそれで全部変わりました。でもそれで方向が決まりました。みんながそれ納得できるんですよ。そうですね、あの彼はそれを見ながらその細かいあの写真を見ながらイメージするんですよ、うん、でこの作品は重要だと特にやっぱりエルミタージュで展覧会をやるという意味がここにはあるし、うん、それから今回では、まあ、セルフポートレートの作品なんだけど基本的に後ろ向きでひっそりと言おうとエルミタージュを立たせようという感じでいたんですよ。君は前向きはいらないのかって言われて前向きは君の顔が見えると、うん、それは東洋人の顔だってここは重要だとだからそう言われればあじゃあ前向きもいやいやでもいやそれはでも正しいダイレクションですね。そうです。それであのそこで彼はイメージしてるんですよ、うん、あのこれはこういう形でこういう文脈で見せようと、うんでそういうものをしっかりと全部組み立てていい人物に出会えたなと思いました、うん、やりがいが変わってきますもんね。そうですね、この人の展覧会だったら、うん、なんかいい作品作らないとなって思いました、うんうん、素晴らしいですね、あのちょっと街のお話も伺いたいんですけどももちろんあの制作でお忙しかったのでなかなか時間を取ることは難しかったとは思うんですがどんなことを他にサンクトペテルブルクではされましたか。サンクトペテルブルクって昔はレニングラードって言うんですけど、はい、そこは一つ大変有名な文豪がちなみであってドストエスキーがまあ暮らしていた町そして確か罪と罰かな、うん、の舞台なんですよ、うん、町が、うん、だからそういうのを巡っていけるっていう、うん、ドストエスキーツアーがあるんですよ、うん、で私は今回まあそれも興味あったんですけど、ね、それをちょっとスキップして、はいこれはねあまり知られていない人なんですけど、うん、アンナ・アフマートバというね、はい、ロシアの女性の詩人なんですね、はい、でこの人の住んでいたアパートが記念館というか、うん、そういうのになってるのがすごい来ました。でこの人はねスターリンの時代ですよね、うん、でスターリンの時代にこう詩を書くことを禁じられるんですよ。なるほど。で彼女どうしたかっていうと自分の作った詩を自分と友達で全て暗記したんです。頭の中に書いたんですよ。すごい。それでだから本にもならない書いても見つかるそれで全部頭の中に書いた自分が一冊の詩集になったんですね。それでまあ後にねあの、まあ、僕たちはそれをまた読むことができるんですがそのアナグマトバの記念館行ってきた。でまあ町の真ん中からあの歩いて行けるところなんですけどそこのところにちょっとこう足踏み入れると雰囲気違うんですよ。これだと思いましたね。
これが自分の求めていたあのロシアっていうかソビエトっていうか、うんうんうん、そういう雰囲気が残っている空間でした。あ、食事ってのはどうなんですか、このサンクトペテルブルクってのは。まあピロシキかなピロシキ、僕はやっぱりまあ子供の頃の思い出でこういうのメーカー出していいのかどうかわからないけど、あのパルナスのピロシキっていうのピロシキだって思ってたから、はい、あれは揚げまんですね。そうですだからあれじゃないんだっていうことが今回分かった分かった。それでピロシキに似たものでピローグっていうのかな、はい、その一つ一つがこう単体になってなくて、うん、パイ状になってる。なるほど。やっぱりあの同じようにこう中にいろいろ詰め物があって、それを切って食べるっていうね、それもあって、そこにいろんなもの、ほうれん草のそういうピローグとかね、あのひき肉のピローグとかいろいろあるんだけど、卵のピローグとか、チーズのやつもありますね。あるんですかね。だからそういうのがまあまあ珍しい珍しかったかな。あとね、グルジア料理って、グルジア料理の方が美味しいでしょ。僕もう一つ分かってないんだけど、どういうものを指してグルジア料理を。グルジア料理って割と大雑把に言うと、うん、新鮮なやつをグリルとかで焼いちゃうものが、バーベキュー的なやつ、焼き、ね、焼き肉焼けだなんだかんだって、うん、だと思うんですけど、ワイン美味しいし、多分グルジアってずいぶん南じゃないですか、うん、でロシアの人たちからすると割となんかリゾートな雰囲気なんですよね、グルジアっての雰囲気的に、うん、でそこで美味しい野菜だ、美味しい肉だっていうのを食べるみたいな、うんうんうん、ところらしいですよ。そうか。だからなんか割とみんなグルジア料理に行こうよ、うん、今日は開放的にみたいな、うんうん、なるほど。だからそのね、グルジアのお水、これはすごかった。あの炭酸の入った、それはあのグルジアで取れたグルジアのお水ですけどね、はい、それをこう飲むと非常にこうなんか体の中がね、こう浄化される感じがした、うん、なかなかどこにもないんですよ。ペテルスブルクはありましたけどね、いわゆるペリエとまた違うんですよ、うん、何が違うのかってよくわからないでもやっぱり産地が違うんでしょうね味わい的にはペリエに比べるとどうなんですか。もっとシュワシュワしてるんだ。シュワシュワ少ないかもしれない。ああ、そうですか。でもね、さらっとしてる。へ、何かね、あの病みつきになるものでした。それは惜しかった。へ、ちょっとチェックしてみたいな、そんなの。森村さんにとっての旅ってのは一体これ何ですかっていうのがこう最後の質問なんですけど。旅はね、遠回りじゃないか。遠回りすることで、みんなあの今はすごく便利なあのいろんな交通機関もあるから、すぐにそこへ到達したいっていうふうにみんな思うんですけど、やっぱり遠回りして、うん、すぐに直線距離で行けるところなのに、ちょっとこう曲線で行くとか、ぐる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 こうあの渦を巻くとかね、そういうことをする中でいろんな体験をするっていうのはとっても大事なので、遠回りすることは旅の醍醐味かなと思うんですけど。 ANA World Air Current